はい、皆様こんにちは、こんばんは、ヒロです。今日も引き続き製品レビューというかね、製品比較をしたいと思います。今日持ってきましたのは LTD ESP LTD の EC256 というやつと EC401 というタイプ。これね、よくオンラインのギターフォーラムの中でね、よく議題になるんですよ、話題になるんですよ。どう違うのと、256と401どう違うのっていうところで、ほとんどスペック一緒なんですよね。で、その違いについて、私なりのコメントをしたいと思います。では行ってみましょう。それではまずこの256の方からいきたいと思いますけど、こちらはボディがマホガニー材で、ネックもマホガニーです。それから、このフレットボードはローズウッドっていう風になってますけど、これはね、ローズウッドの色じゃないので、最近なんかローズウッドが国際なんとか保護法かなんかで使えないとかなんとかっていう話があったと思うんですけど、これはね、ローズウッドに変わるし、材料だと思います。ちょっと違います。そこがちょっと残念なんですけど、まあ、基本メーカー発表ではローズウッドもしくはそれに近いものみたいな感じになってますけど、はい。で、フレットは22フレットのミディアムジャンボフレットがついてます。で、チューナーは ESPLTD のオリジナルチューナーに、メイドインベトナム、ベトナム産ですね。うん。で、あと通常ピックアップが、これはね、純正が何だったかな、 LH150 だったと思うんですけど、まあ、こちらはちょっと私ピックアップの改造というか交換してまして、すでに両方とも弾管が入ってます。で、あとはボミュ1ボリューム2トンで、このこちら側のリア側の方がプッシュプルがついてて、シングルピックアップに音が変わるようです。はい、のセットネックですね。非常にベーシックな形のレスポールタイプのギターです。まあ、表面が美しいですよね。で、一方でこちらの401の方は、こちらも材質は一緒、マホガニー材のマホガニー材のネックで、フレットボードはローズウッド、そしてこちらもね、ローズウッドの色してますね。いわゆる深みのあるいい茶色っていうんですか。で、24フレットのミディアムジャンボがついてます。そしてこれがこのモデルの大きな違いなんですけど、ピックアップは純正で EMG の、60と81が入ってます。裏に電池交換のね、蓋がありますけど、この EMG が入ってるっていうのがこの401のギターの大きな特徴です。あとは変わりません、基本的に1ボリューム2トンのスペックですね、のセットネック。そしてチューナーはグローバーがついてて、生産国はインドネシアというふうになっています。今、まあ、メーカーが発表している内容をそのままずらずらと、読み上げる形で説明しましたけども、まあ、はっきり言って EMG があるかないかなのっていう感じに聞こえますよね。実際そうです。はい、はっきり言ってそうです。で、ここからがこのチャンネル特有のあれですよ、私なりの、100% 試験の部分に入ります。これ2つともね、これね、方向性が違うんですよ。はい、何かというと、レスポールでいうところのこちらはね、スタンダードで、こちらはレスポールでいうところのカスタムの感じになってます。レスポールっていうのはいわゆるギブソンとかエピフォンですよね。こちらはね、スタンダードモデル、こちらはカスタムモデル、だから値段的にはちょっとこうです。こちらがね、ちょっと上なんですよ。で、何が違うかというと、まず重さ、重いです。重さがこんなところは真似しなくてよかったと思うんですけど、重さがレスポールに近づいてます。重いです。スタンダードより重いです。だいたい2割ぐらい重いですアバウトですね。2割、ちょっと重いです。重いなっていわゆるレスポールの重みだなと感じます。それから EMG がついてるっていうこと、純正で EMG の61と80がついてるっていうこと、それから24フレットであること、それ以外、まあ、グローバーチューナーがついてること、まあ、それぐらいですよ、違いっていうのは。だからレスポールでスタンダードにするかカスタムにするか、どっちがいいのか。もちろんね、材質的にはカスタムの方がいいのを使ってるんですよ。だけどスタンダードも全然悪くなくって、いや本当にスタンダードなんです。スタンダードっていわゆる
標準ってことでしょ、まあ、中間というかね、それが基準になってるっていうモデルなんで、スタンダードはスタンダードです。で、それとね、あとカラーリングがスタンダードモデルは結構綺麗なんですよ。こういうトラメを出したりサンバーストを出したりっていう塗装が多いのがスタンダード。それから401はこういったねソリッド系の色が多いんですよね。真っ黒とか真っ白とかね、ツヤ消しとかね、そういう感じの、まあどちらかというとメタルカラー、レスポールカラーみたいな感じですかね。この違いです。で、音はちょっと今からね、じゃあ音も出してみましょうか。基本的にはまあピックアップの差です。 EMG が入っているか弾管が入っているかの違いね、これはね大きな差にはならないかなと、そのボディとかの感じからすると思います。仕上がりもね全然変わらないです。ボディの厚みもねほぼほぼ一緒ですし ね形もね一緒でしょ、厚みもね変わらないですよ。だから変わらないですね。むしろ軽いスタンダードの方がライブにはいいんじゃないですかね、疲れなくてっていう気はしますね。はい、なんせ見た目綺麗ですもんね。これね、いわゆる何とかを彷彿させませんかね。ちょっと音を出してみましょう。クランチですね。次がね、マーシャル系の音。
いかがだったでしょうか。こうやってね、引き比べてみると、なんとモデルごとの差が、コンセプトがこんなに違うのかなと思って、正直びっくりしました。引き比べたことなかったんですよ前回のガス G モデルの時もそうでしたけど、引き比べたことがなかったので、正直こんなに違うのかと思って、正直ねびっくりしました。ピックアップの違いだけじゃねえかなんて思ってたんですけど、すいません音を出してみると、まあ音を出してね、皆さんも聞いてみて、もうお気づきかなと思うんですけど、こちらのスタンダードっていうのは本当にね、レスポールに近いコンセプトなんじゃないかなと思います。っていうのが、まあ、ピックアップの環境もね当然あるんですけど、音が比較的丸いというか、とんがってないんですよね。だからアンプだけで鳴らすとね、ちょっと物足りない感じがする部分はあるんですけど、そこは物は言いようで、そうすると丸い音が出るのかな。同じ材質にもかかわらず違う、こんなに違うんだと思ってびっくりしました。で、まあ、このデザインというか、この色からしてね、思わずお決まりのフレーズを弾いてしまいましたけども、まあ本当にね、そういう感じの甘いトーン、甘いのかなというトーンが出るギター、出しやすいギターですね。で、一方でこちらの、401の方、これはね EMG が入っているだけあって、これははっきり言いまして、メタル系です。レスポールの形をしたメタルギターです。ギターの形がレスポールというだけで、中身はメタルギターです、というのが僕の率直な意見です。ですので、メタル系のね、バリバリした音を出しても、カーっていうのはバリバリした音を出すぜっていう感じで行くのであって、レスポールの形が好きであれば、もうこれは401がもうめっちゃおすすめですけど、いわゆるレスポールだろう、レスポールの音出そうぜっていうのであれば256、これね、エフェクターでだいぶ変わると思うんですけど、基本的に高音部の歪みはかなりね抑えられてる気がしますね。ピックアップの差なんだと思うんですけど、でもピックアップの差でこんなに出ると思わなかったんで、正直びっくりですけど、まあ、EMG はメタル向きですということで、で逆に言うと、レスポールに EMG を入れると、こんな何でも EMG の音になっちゃうということですかね。ザック・ワイルドが言ってましたよね。 EMG はベニヤにつけても EMG の音がするぜみたいなこと言ってましたけど、やっぱり EMG 入れた瞬間に EMG になっちゃうんですね、という典型的な実験結果になりました。最後まで見ていただきどうもありがとうございます。ぜひチャンネル登録とグッドボタンの方もよろしくお願いします。また何かあればね、コメントいただければ、それに対して返信したり、また新しいことにチャレンジしたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。ヒロでした。バイバイ。